善逸の匂いもイノシシの匂いも感じなくなってしまった鼓の鬼のいる方向はだいたい分かるでも鼓のせいでなかなか先に進めないあっ鼓の音また場所を変えられた <laughs> これは人間の匂いだ イノシシとは違う怪我をしてるのか血のにおいがするでもこのにおいはちょっと今まで嗅いだことがないここだ血のにおいはここから漂ってきてる 人は俺はかまど炭治郎悪い鬼を倒しに来たさあ傷を見せて一人でよく頑張ったなここで何があったか話せるかあ化け物にさらわれて。 バレそうになったそしたらどこからか別の化け物が来てこ殺し合いをし始めた誰か俺を食うかってそそれで体から鼓が生えているやつ あいつが他の奴にやられた時この鼓を落としたからそれを拾って叩いたら部屋が変わってなんとか今まで鼓が生えているやつ、あいつかあいつはマレチそんなことを言ってたがそうだそう 俺のことをマレチって呼ぶんだかあマレチとは、珍しき血の持ち主である。あ <laughs> お前も屋敷に入ってきてたのか。生き物の血には種類、系統がある。マレチの中でも、さらに数少ないもの。珍しき血であれば、あるほど。 鬼には。その。マレチ一人で。五十人。百人。人を送ったのと。同じくらいの。栄養が。ある。マレチは。鬼のごちそうだ。大好物だ。俺は。この部屋を出る。<laughs> 落ち着いて。大丈夫だ。 鬼を倒しに行ってくるからいいかテル子兄ちゃんは今本当に疲れているからテル子が助けてやるんだぞ俺が部屋を出たらすぐ鼓を打って移動しろ今まで清がしてきたように誰かが戸を開けようとしたり物音がしたら間髪を入れずに鼓を打って逃げるんだ俺は必ず迎えに来る二人の匂いをたどって 戸を開けときは名前を呼ぶからもう少しだけ頑張るんだできるな偉い強いな行ってくる叩いてくれ強烈な匂い鈴見の鬼近いぞ 強烈なにおい間違いない鼓の鬼がここにいるうっいった珠代さんに手当てをしてもらっているが怪我は感知してないその怪我が痛くて痛くてたまらない俺は。 俺はもう本当にずっと我慢してた善逸を女の子から引き剥がした時も声を張った時もすごい痛いのを我慢してた俺は長男だから我慢できたけど次男だったら我慢できなかった大丈夫だ炭治郎 自分を信じろ俺は長男なんだからマレチマレチあれさえ食えば50人いや100人分マレチの人間をもっと探して食うのだそうしたら小生はまた。 気づきに戻れる見つけたぞ進みの鬼虫けらが何度も何度もうっとしいぞあの鬼の爪のような跡がつく攻撃あれが怖くて向こうに近づけないしぶとい虫が逃げ回りおって いまいしい早くマレチを食わねばならんというのに焦るなまっすぐに前を向け己を鼓舞しろ頑張れ炭治郎頑張れ俺は今までよくやってきた俺はできるやつだそして今日もこれからも折れていても 俺がくじけることは絶対にない小生はマレチを得て十二気付きに戻るのだ消えろ虫けら水の呼吸苦の肩水流しぶき乱水はどんな形にもなれる見えた の君の決起術はすごかったっ小僧答えろ小生の決起術は凄いか すごかったでも人を殺したことは許さないそうかそうだ血を取らなきゃ <noise> こんなの作ってユジロウさんは器用だ <noise> 猫あ猫あ 君が玉代さんんのところへ届けてくれるんだなよしよしありがとうこれでよしじゃあ気をつけておおゆしろうさんの術で泣くまで人の目には見えずもう一度泣くとまた姿を消すとは聞いてたけど。 成仏してくださいテルコ子ちを探さないとキヨシテル子炭治郎さんよく頑張ったぞさあ外に出よう足は大丈夫か はい、ああ善逸と小一のにおいがする外に出てるな二人とも無事血のにおいだオッケーオラ刀を抜いて戦えこの弱みそが 炭治郎…俺…守ったよお前がこれ命より大事なものだって言ってたからこれ以上俺の邪魔をするならお前ごと箱を串刺しにしてやるやめろああ,うわあ音 頭骨割れてないお、あ、あんえ女え顔なんだこら俺の顔に文句でもあんのか君の顔に文句はないこじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う殺すとてめえかかってこいダメだめだもうかかっていかないおいてこっぱシ 俺の名を教えてやる。橋平伊之助だ。覚えておけ。どういう字を書くんだ。じ、じ、俺は読み書きができねんだよ。名前はふんどしに書いてあるけど。<laughs> <laughs> うわ、倒れた。多分脳震盪だ。俺が力いっぱい頭突きしたから。 怖っ炭治郎頭から血も出てないしどんだけ頭が硬いんだ本当にありがとうございました家までは自分たちで帰れますありがとう炭治郎さんありがとうございました炭治郎さん善逸さんもありがとうございました しょ、しょういちくん、俺を置いていっちゃうのかいダメだめだダメだめだだめだしょういちくんは行っちゃダメだめだしょういちくんは強いだしょういちくんに俺を守ってもらうんだしょういちくんは嫌がってるだろう俺を放っていかないでいい加減にしろ気をつけてはい、はい

山を降りろ山を降りろーりろー,ーさあついてこいこの私にカーッーッほら春日絵ガラスもあいってるぞシェルカこいやデコッパじゃ 藤の花の家紋。急速、急速。不祥につき、完治するまで急速せよ。藤の花の家紋の家は。前に。鬼狩りに命を救われた一族。鬼狩りであれば、無償で尽くす。 休んでいいのか？俺今回怪我したまま鬼と戦ったけど。けっけっけけけけけけって。すみません。あのすみません。はい、あやぶに申し訳ありません。鬼狩り様でございますね。どうぞ。 3人ともあばらが折れてるとはなあばらよりコブがいてごめんお前俺に謝れよな痛かったんだぞボカスかボカスか叩きやがって謝れ断る謝れよ断る俺は慣れ合うために入隊したんじゃねえんだよじゃあ伊之助はどうして鬼殺隊に入ったんだ ああ何かきっかけはあるんだろ鬼殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから力比べして刀を奪ってやったそしたら最終選別ってのがあることや鬼の存在について聞いてよそれで伊之助は鬼殺隊に入ったのかっていうか伊之助も俺と同じ山育ちなんだな。 お前と一緒にすんなよ。俺には親も兄弟もいねえぜ。他の生き物との力比べだけが俺の唯一の楽しみだそうかそうか。そうか炭治郎、誰も聞かないから俺が聞くけどさ、鬼を連れているのはどういうことなんだ全員。善逸 分かっててかばってくれたんだな。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。お前そんな褒めても仕方ねえぞ。<laughs> 俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。善逸が優しいのも強いのも。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が正一君を連れてくの邪魔したのは許してね。えぞ。あっ

善逸禰豆子は俺の…なっ炭治郎…お前…お前。いいご身分だなえ<っ>こんな可愛い女の子連れて毎日ウキ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 旅してたんだな俺の流たちを返せよ俺は…俺はな お前が毎日、母のうぐで、女の子とイチャつくために頑張ったわけじゃなーいそんなことのために、俺は変なイノシシに殴られ蹴られたのか善逸、落ち着け。どうしたんだ急に。鬼殺いわなー大遊び気分で入るところじゃなーお前のような奴は、粛清だよ即食さー そうよ、俺の結婚を邪魔した罪と、承知を返した罪もあったな。サックシャックス鬼殺隊を、なめるんじゃねえお前、<laughs> お前なんかだ全員、やめろ鬼殺隊をなめるさ地獄行きだ。 その後夜遅くまで俺は善逸に責められた何度も何度も善逸待ってくれ何を言ってるのか俺には分からないぞああ <laughs> そうだろうともお前のようなやかろに俺の気持ちは一生分からないだろうよ返 <laughs> せ結婚相手の女の子を返せ俺の庄一君を返せよとにかく落ち着け 何をそんなに怒ってるんだお前の藤津さんに怒ってるんだそしてようやく善逸の興奮が収まってみんなが寝静まった深夜俺は骨折と疲労の蓄積から少し熱を出した父さんは体が弱いのに。 どうしてあんな雪の中で長い間舞いを舞えるの息の仕方があるんだよどれだけ動いても疲れない息の仕方うん。 汗をかいてるそうか熱が出てそれでありがとう俺が心配で見てくれてたんだなうん <laughs> それにしても懐かしい夢だった父さんがやっていた神楽流れるように美しい舞 父さんの言葉。<laughs> ねずこちゃーん。善逸、いい加減にしないか。 たんじろうねずこちゃんはたんじろうの妹ねずこちゃんの兄がたんじろう仲良くしようたんじろう善逸頼むからくっついてこないでくれそんなこと言うなよたんじろう 腹減った。失礼致します。今日のお夕げは、何にいたしましょう。天ぷらはいかがですかそう、衣のついた、あれでございます。

明日の朝、三人でナタグモ山に向かい、ナタグモ山に向かい。うへせっかく傷が治ったのに。よっしゃ、任せる。ナタグモ山、初めて聞く場所だ。 いかがされましたか今動かすことのできる柱はイユー様と忍ノ様のお二方ですその二人をここにかしこまりました思っていた以上の戦いになるかもしれないどうか気をつけておくれ子供たち